ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなっぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますわね。はい、今日もふなっぴー島里に行ってまいりました。今回は With B 大人の美スタイルクロッシーのアイテムをお得にゲットしちゃいました。しかもこれからあったかくなったら着用できるやつでございます。こちらでございます。ワッフルプルオーバーでございます。ただのワッフルプルオーバーじゃないですけどね。はい、商品情報はこちらでね。サイズは LL でございます。お色は泡灰、寒色系の淡いグレーっていった感じでございます。そして気になるお値下げされた金額はっていうと、税込み1089円のところ550円にお値下げされておりました。本体はポリエステル 100% のワッフル素材で、肩の下がったドロップショルダーに、長袖はポリエステル 98%、ポリウレタン 2% のレースの異素材コンビがおしゃれのポイントでございます。お袖の方はこんな感じでね、うっすら透け感がございます。身頃の方はこんな感じでね、透け感があまり気にならないようでございますわね。そしてウィズ B のタグには、身頃には保湿成分、なんか言われてみればしっとりしてるような。そして裏を返して、この脇の部分でございますね。この脇にテープがつけられていて、汗の匂いを取る機能もついております。それだったら嬉しいございますね。ネックラインは前襟の内側が共布の広めの見返しで処理されていて、後ろは共布のバイアスで処理されているきれいめなクルーネックとなっております。前後差ある裾に、後ろ身頃はヨークにタックが施されております。こういうちょっとしたところって嬉しいございますよね。そしてふなぴーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちらクロッシーのワッフルプルオーバーでコーディネートしてみたいと思います。ネックレスは島村の雫型ネックレスをつけて、ボトムスはひなさんのセミワイドパンツに、履いてる靴はふむさんのツイードパンプスに、黒いバッグでコーデしてみました。トップスは寒色系のグレーなので、寒色系のネイビーとは相性はバッチリでございます。はい、いかがでしょう。そして今回購入したこちらウィズビークロッシーのワッフルプルオーバーでございますね。164センチのフナピーで LL サイズを着用しております。生地がワッフル生地なので、吸水性もあり、ストレッチ性もあり、そして程よいゆとりもあり、これからの季節にぴったりで着心地よく着用できました。ネックラインはクルーネックに、長袖はレースになっているので、ほんのりお肌が透けて見えることで上品で抜け感も演出できます。全5差あるラウンドヘムで、ポッコリお腹はもちろんのこと、フナピーの大きなヒップもそこそこ隠れる丈となっております。Z
絶妙な丈でございますわね。なのでアウトでもインでも様になるんでございますわね。まあフナピーだったらパンツだったらこんな感じでねアウトで着用したいです。では次行ってみましょう。胸元には大きめなビーズのネックレスをつけて、ボトムスは星玲奈さんの花柄クリンクルスカートに黒のパンプスと、持ってるバッグは星玲奈さんの 2way バッグでコーデしてみました。ロング丈のクリンクルスカートで縦のラインを強調し、トップスはブランジングをすればすっきり見えます。そんなきれいめコーデが仕上がるんですね。では次行ってみましょう。ボトムスは HK ワークスロンドンの前ボタンマーメイドスカートに、履いてる靴はビアフルプチアイさんのチェーンパンプスと、持ってるバッグはテラさんのバケツ型バッグでコーデしてみました。実は結構色合わせに悩んだんでございますのよ。トップスが青みがかったグレーの寒色系で、赤のこのマーメイドスカートのカラーは青みがかった赤なので、お互いの色が喧嘩せず主役級のマーメイドスカートをトップスが引き立たせてくれました。パンプスとバッグはコーデの邪魔しないカラーで合わせてみました。長めのスカートだったらアウトでもバランスよく着用できると思います。今回はウィズビクロッシーワッフルプローバーでコーデいたしました。トップスの寒色グレーとネイビーの色合わせは相性バッチリ。クリンクルスカートですっきり見えするきれいめコーデ、トップスがスカートの赤を引き立ててくれる意外な組み合わせ。ではフナピーのお気に入りのコーデは、はい、こちらでございます。はい、これでフナピーのシマパト&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。行くよ、じゃんけんよ。はい、じゃんけんぽい。ふなぴーはグーを出しました。着心地はべっぜってとってとなんでございますよ。胸元みや猫かよ。